先ほど新型コロナ対策政府与野党連絡協議会が、ありましたので、その中身について報告します。で、今回も私たちも、要望事項ということで今お手元に配ったものを、皆さんに配って、協議に参加をいたしました。で、私からはですね、そこにある通りなんですけど、2週間前の連絡協議会でオミクロン対策をですね、全体像を示すようにと、特にその全体像をやっぱり総理が質問にも答える会見でですね、国民にちゃんと説明することが必要だっていうことを2週間前に求めました。で、先週の17日に、岸田総理の会見が開かれたわけですけれども、私の発言の冒頭でも言ったんですけど、この会見は非常に失望したと。連絡協議会の中でも各党で協議してきた問題がたくさんあったわけですね。で、そういうことについて答えるのかというふうに思ったら、答えない会見だったということを指摘をしました。で、特にですね、その会見の中で必要な医療を提供しているという認識を示したことは極めて、なんて言うんでしょう、実態を見ない危機感を欠如したメッセージを発することになりますので、我が党の要望としては、この総理が会見で述べた必要な医療を提供しているという認識を撤回すべきだと。そして今の危機的状況に見合ったですね、やっぱり対策ですね、これを取るようにということを求めたところです。で、それから我が党の要望の2つ目は、高齢者施設等でのクラスター感染が次々と起こっていて、これが死亡者を増やしている大きな要因になっているわけですから、このクラスター感染を防ぐための積極的な手立てを取るようにということで、ワクチン3回目の接種というのは本当に遅れているわけですね。高齢者施設を回ってくれる医療機関がですね、クリニックの診療所、こういうところのお医者さんが、やってくれているわけですけれども、自分のところの発熱者、風邪症状の方、これを見るのでもう手一杯になっているっていう報道もあるわけですよ。だからこの3回目接種どうやって急いで進めるのか、それから施設で働いている方も含めて接種券なしでね、できるんだっていうことの周知徹底ももっと行わなければダメでしょということを求めました。で、それからこういう施設では、高齢者施設ではクラスター感染を起こさないための定期検査っていうことをやるようにというふうに厚労省は通知してます。原則週1回、それが難しければ2週に1回っていう通知になってるんですけれども、これではね、麻酔に合わないと。オミクロン株の感染力でいうと少なくとも週2回という通知も出すべきではないかということも求めました。その他エアロゾル感染ということがもう言われているわけですから、空気清浄機の購入等ですね、有効な、こういうものが買えるような支援ということも求めたところです。それで協議なんですけれども、前回からですね、その政府の説明がデータに基づいていないじゃないかということが議論になっています。で、例えば死者の内訳っていうことで、ワクチン接種しているのか、どういう年代なのか、基礎疾患があるのかどうかと、こういうことも含めて示すべきじゃないかとかですね、その他いろいろそのデータに基づいて、ワクチンもですね、子どものワクチンっていうのはオミクロン株に有効なのかっていうことが言われてるっていうか、分からないっていうことなのでね、そういうことについてもいろんなデータやを示して、でその上で政府はこう考えていると、だからこういう対策をやりますと、そういう発信ができていないんじゃないかということについては、引き続き野党側から指摘があったところなんですね。でも、このことについては結論的には、例えば2週間後にやる、連絡協議会に何らかのデータも示しながら説明ができるように努力をしたいと。それから確かにオープンデータという形で、厚労省で言えばアドバイザリーボードにたくさんのデータは確かにオープンデータなんです。だけどそれを一つ一つ見ていくのってとても大変なんですね。で、そのデータが分かりにくい。で、また政府がそのデータをもとに何を判断しているのかが見えにくい。これはそのご指摘については受け止めるということで、厚生労働省から示し方については検討したいということも言われました。
またオミクロンの亜種ですね、これについても海外の知見など、デンマークがもう 85% ですか、亜種に置き換わっているなどのことも紹介されたんですけれども、これらのこともですね、ちゃんと説明できるようにしていきたいということが言われてました。で、今のですね、そのデータの出し方っていうことについては、私からは非常に強調しておいたのはですね、例えば死者数の内訳ということで年代別というようにこう出したときにですね、今一部の政治家から高齢者は亡くなっても仕方がないと、あたかも老衰であると言わんばかりの発信がされているんですね。でこのことも指摘しました。なので高齢者の尊厳がちゃんと守られて、コロナ起因によって脱水症状になるとか、コロナ起因によって持病が悪化するとか、これらもコロナにかからなければ守られた命であったっていうことは間違いがないわけですから、だからこういうですね、高齢者の尊厳を貶めるようなことにね、使われていくということは決してあってはならない。また毒性がどうかってこと言われた時も、コロナ肺炎の毒性がデルタと違ったとしてもですね、感染力が凄まじければ重症化率のが低くても実数では増えるわけですから、そのコロナ肺炎という毒性だけで見るのも違うでしょうということは釘を刺しておいたところです。はい。で、あと私が求めた説明ではですね、やっぱり必要な医療を提供しているというこの総理会見の認識が一体いかなるところで相談されて必要な医療は提供しているという会見になったのかっていうことを問いただしたんですけれども、これはお答えがありませんでした。引き続き内閣官房は黙して語らずです。厚生労働省から必要な医療を提供すべく努力しているというふうに説明があったんですけれども、それは総理の会見と違いますからね。これやっぱりね、ここは非常に重大だったというふうに思うんですね。説明できないんですから、結局この根拠が。それからじゃあその必要な医療というところで総理が言っている臨時的医療施設については、作りますといった東京大阪で1000床と、実際にその運用どうなってるんですかっていうこともお聞きしました。で、厚労省から説明があったのは、東京については何箇所かあるんですけども、役割も違うんですけどね、軽症者だったり高齢者のクラスターに対応する施設だったりって、こう役割の違うものをいくつか持ってるんですけども、全体でキャパとして550、そのうち運用可能になっているのが430まで今来ていますと。それから大阪については国派遣分は350なんですね。そのうち運用可能分はスマイル大阪で180、インテックス大阪で30と。インテックス大阪はちなみにこれ30というのは中等症だと思います。で軽症無症状を含めれば1000 あるわけで、引き続きほとんど運用される見込みがない状態にね、今なっているっていうことを示しているというふうに思います。でこれ医師看護師等を派遣して稼働できるっていう病床数になるわけですけども、そのうちの稼働はどうなってるんだっていうことについてはですね、これなかなかデータをつかむのが難しいのかどうかわからないんですけれども、東京でいうと非公表っていう扱いになってるんだっていう説明があって、そういう説明もよくないよねと。非公表なのか日々入れ替わっていてなかなか数字で出すのが難しいのか、そういうことについてもちゃんと説明することが求められていますよねということも野党側からは念押ししているということですね。ちなみにですね、やっぱキャパ数に行かないのはなぜかっていうことでは、厚労省からは国立や公立病院等にですね、医師看護師の派遣ということ、独立行政法人の病院にもお願いをしていますが、それぞれの病院が大変医療逼迫状態にあり、一生懸命努力して人を出してもらっていますけれども大変困難だというふうに説明がありました。総理の言う必要な医療を提供しているというのは全く間違いであるということが今日の協議会の中でも明らかになったというふうに思います。私からは以上です。ご質問ありましたらお答えします。共同通信の奥山です。この先ほどおっしゃったそのデータをしっかり示すべきだっていう、これは野党各党から
まあ、それぞれの視点でただ一貫してそのデータっていうところに関しては、まあ、野党各党からまあ同じような意見が出たというか、そういうことなんでしょうか。そうですね、あの客観的なファクトを示して、だからこういう判断をしていますという説明がないと。これ確かにベクトルが向いてる方向はちょっと違ったりはしているんですけれども、あのそこでは一致をしています。はい、それと、あの、共産党からのこの要望の中で、この高齢者施設でのクラスター感染を防ぐための手だって、こちらの方はどういう回答だったんでしょうか。あの、ね、すみません、ちょっと時間の問題もあったんですけど、具体の回答がなかったですね。なかったですね、うん、ちょっとこの、 あの定期検査の回数っていうのは、あの今後も聞いていきたいというふうに思うんですけれども、あの積極的にあのお返事がないということは、なかなか検討されていないことの証でもあろうかというふうに思います。あ、でそれについてもう一点あの付け加えると、あの説明のあった中でね、あの高齢者施設で の、 あのいろんな検査も大切なんですけど、もう一つ検査では、あのエッセンシャルワーカー の、ね、あの濃厚接触者になった人を検査して、あの社会機能を維持するためにっていうことが求められているわけ で、 でそ の、 あの検査費用、濃厚接触となった時の毎日検査の費用がどうなっているのかっていうのが前回質問があって、であのそれに対して、あの厚労省からの答えはですね、あのこれは施設側の負担というか自己責任だという回答だったんですよ。でその理由はというと、あのエッセンシャルワーカーがそういうあの検査をっていうことになると、自治体がですね、あの公費っていうふうにすると、自治体がどういう施設でそういう検査ができるかの選定をして、で、あのいろんな手続き取ってやらなきゃいけないと。今の状況でそのような負担を自治体に負わせるわけにはいかないという回答だったんです。で私からはですね、今あの医療とか介護の従事者のところはやってくれって言ってて、あの公費負担にできるってことは言ってるわけですよね。でそこにとどまらずってことが保育所とか含めて求められてるわけなんですよ。それでこれはもう、あの例えばね、あのできれば PCR 検査の方がいいんだけど、でもあの抗原検査キットもうバンと自治体に渡してですよ、であの必要となるところにね、どんどん渡してできるようにしなかったら社会機能の維持できないですよね。であの一方でね、あの薬局などで無料検査ってやってるわけだから、この整合性取れないですよ。こうなってくると社会機能維持のために必要な検査がなぜ無料って言えないのかということは、あの指摘をしたんですけど、回答はなかったんですけどね。だから引き続きこの検査についても、あの戦略ないなっていうことを非常に危惧しますね。はい、よろしいでしょうかね。はい、あの次回も2週間後ということで の、 あの確認をしています。曜日が月曜日になるか木曜日になるかっていうのはちょっと協議次第ということになります。では以上でブリーフを終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。